今年の世相を表す今年の漢字には金が選ばれましたが、岸田総理大臣が選んだのは開拓の拓でした。新しい時代を開く、新しい資本主義を切り開いていく、開く、まあ、開拓の拓、これを、まあ、今年の漢字にしたいなと、大きな目標として、まあ、来年に向けての目標として開拓の拓、これを漢字に選びたいと思います。岸田総理は自らの今年の漢字に開拓の拓を選んだ理由について、新しい経済対策にも開拓という言葉を使ったことなどを挙げました。その上で、今年は金が選ばれたことについて、東京オリンピック・パラリンピックでの日本人選手の金メダル獲得などに触れ、今年は金にご縁の深かった年だと思うと述べました。